RPG-2 は、ソビエト連邦で開発された、不評傾向用対戦車敵弾発射機。形式名はロシア語で、手持ち式対戦車敵弾発射機を意味する、ルチノイ・プラチバターンカ・ビー・グラナタミオとの頭文字から。英語の分け表記では、同じ頭文字で、ロケット、プロペルド・グレネードと綴られるが、これはバクロニムであり、また、PG-2 弾頭は、 ロケット弾でもないため、厳密には誤りである。この兵器は、モデルとなった、ナチスドイツのパンツァーファウスト250のように、無反動方式に対戦射的弾を発射するもので、後継である RPG-7 と異なり、弾頭後部と発射用推進薬の間に、ロケットチューブは内蔵されていない。このため、RPG-7 に比べ有効射程は100メートルと短く、 弾道も、こう描き、特に移動目標への命中には、熟練を要する。また、差し込まれた弾頭のストッパーがないため、装填した RPG-2 を前傾させると抜け落ちた弾頭が地面に落下し、新艦が破損するといった事案が多く見られた。なお、その際に爆発したという話もよく聞くが、実際は、新艦の発射後安全装置により、伊ての手元、 足元での爆発事故はほとんどなかった。RPG-2 は1949年にソ連軍に採用された。RPG-2 は新型の RPG-7 が登場する1960年代までソ連軍で使用された。ソ連以外でも中近東、ベトナムなど多くの国で広く使用されている。弾頭は PG-2 の一種のみである。 照準は固定の照準機で行う。敵弾頭パンの定員は、いて、弾薬運搬手の2名で、いては RPG-2 と弾頭3発、弾薬運搬手は弾頭3発を装備するものとされている。中国では56式化戦闘としてコピーされ、また、北、ベトナム製の B-50、チェコスロバキア製の R-27、27 ユーゴスラビア製の M57 といった独自の改良型も生産されていた。PG-2 ヒート弾の内部使いロケットブースターは存在せず、図中のブースターはヒューズの発火をメインチャージに伝える動爆薬である。ありがとうございます。